皆さんこんにちは、2代目親の小宮です。ファイナンシャルプランナーの駒崎です。はい、今回は駒崎さんと一緒に対談という形でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはですね、私も大家業を10年以上やってて実は知らなかったんですけども、不動産の売買において実は金融機関にブラックリストで載ってる場合があって、はい、売買ができない場合があるということがあるということで、はい、まあ、ちょっとですね、この辺を駒崎さんと話していきたいと思います。そうですね。はい。ということで、まずそもそも金融機関のブラックリストに載るっていうのは具体的にどういうことなんですか？はい、そうですね。ブラックリストっていうと、普通はその、ローンを借りる人が、ブラックリストっていうのは、信用情報とか、そういうのがあって、ブラックだから借りれませんよっていうのがあるんですけど、今回のお話はローンを借りる人じゃなくて業者ですね。お、はい、業者、要は不動産を買う場合であれば、はい、今持っている売り主が業者だったり、あとは、土地は個人からだけど建物を建てるときに建物が業者だったり、いったケースのときに、要は不動産業者だったり建築会社ですね、はい、こちらが金融機関で NG、いやブラックリストというふうに載ってるケースがあるとですね。あ、そうなんですね。はい、不動産売買したことある方はね、ご存知だと思うんですけど、売り主自身が業者さんってことは、多分売買してるとよくあるケースで、私もそういうのにぶち当たったことあるんですけど、その業者さんがそもそも金融機関のブラックリストに載っちゃってると。そうです。そんなことがあると。あります。なるほど、はい、ちなみに どういうふうに経緯でそうなっちゃったんですか？おそらく過去に不正融資に絡んでますね。はい、なるほど。特に賃貸目的での融資斡旋しちゃったりとか、はい、あとはオーバーローンですね。なるほど。二重契約をさせてオーバーローン、例えば購入する方が借り入れが実はあって、でその借り入れが完済しないとちょっとローン組めませんよって言った時に、完済する資金を一旦業者が立て替えるから、その分二重契約して上乗せした、かさ増しした、二重契約の分でローンを通すっていう感じですかね。ああ、なるほどね。はい、確かにね、そういうことね、やっちゃいけないんですけど、はい、そういうことやってしまってるっていう方はね、はい、話はね、ちょこちょこ聞くんですけどね、はい、そこもね、やっぱ金融機関も、ね、はい、お金貸す立場ですから、やっぱしっかり調べてるってことですね。そうなんですよ。なので、はい、購入する方が全然属性良くて、綺麗な状態で、で融資出してみたらダメと言われたケースで、そうするとびっくりしちゃいますよね。なんでやったのかって。そうですよね。なりますよね。そしたら実はその売り主だったり、建築するんだったらその建築会社だったっていうケースが、これ結構あります。なるほど、はい。普通に不動産売買してると、買う時だったらその買う側の投資家さんの買い主さんの属性っていうところがね、もう基本的にほぼ 99% で、そこが良ければ、融資出るし、ちょっと良くないと、やっぱ厳しいしって話ですけど、そうですね、買う側の属性以外で要因があるってことなんですね。だから非常にショックを受けちゃったりするんですけど、よく調べてみたりすると、金融機関の担当者が、ちょっと録音できないような状態でのちょっとこそっと教えてくれるとか、そういうところで実はこういうことがあったんですよとか、っていうのがあるんですよね。なるほど。じゃあちなみにそういうケースに、ぶち当たった場合、またそういうケースに当たらないようにする場合、何かこう事前にできることとか、やるべきことっていうのは、そうですね、なってしまった場合はもう業者を変えるしかないですよね。なるほど。なのでその業者さんとの付き合いのなんていうか深度っていうんですかね、あんまり深い付き合いになってしまうとお断りしづらくなっちゃったりすると思うんですけど、なのでそういう状態になる前にいろいろと調べた方がいいですよね。あとは金融機関に確認するのはできれば自分でやるとか、でも自分だったとしてもちゃんとはやっぱり金融機関教えてくれないんですけど、でも消去法でいけば何も私借り入れしてないし、こんだけ年収もあって、そうすると私のこういう属性以外の何かなんですかねみたいな、そんな聞き方をすれば、ちょっとご想像にお任せしますとか、何らかの情報を得られるんじゃないかなと思いますよね。なるほどね。はい。私もこう過去融資のね、相談を金融機関にした時に、お断りされたことも当然あるんですけども、細かい理由は教えてくれないんですけど、なんとなくと言いますか、こういう、私の問題なのかそれ以外の問題なのかみたいな、そのざっくりとした理由は教えていただけると思うので、
まあ、そこは聞けるってことですよね。うん、そうですね。なんであとはその事前に分かるかっていうと事前にはちょっと難しいと思いますね。やっぱりぶち当たった後の対処がもう限度かなっていうふうに思いますね。はいはい、なるほど。まあ、私もですね、その業者さんが売り主の物件っていうのは、まあ、何度も買ったり、あとは業者さんに売ったりってこともあるんですけど、はい、まあ、一応ですね、まあ、自分の調べられる範囲で言うと、例えば何か新しい管理会社とお付き合いするときとか、業者さんに売り主に売るとか、業者さんから買うとか、あとはその新しい仲介業者さんに仲介してもらうときとかって、一応その業者さんの会社のホームページとか一応見るようにしてみるんですね。それ大事ですね。はい、まあ、あの過去にちょっと怪しい、うん、取引してるとか、はい、社名が変わってるとかですね。そこですね。社名変わったりしますね。実はですね、そうなんですよ。はい、まあ、よくですね、まあ、皆さんもニュースよく見るんですけど、まあ、過去に不祥事を起こした会社で、一旦こう罰則を受けて、で、それで社名を変えるんですよ。あのやっぱりその社名だとの悪名高き評判が広まっちゃってるので、一旦ですね、経営陣も社名も変えて、まっさらのような会社のような形でいるんですけど、実は元〇〇だったみたいなことがあったりするんで、意外とね、その辺もとちゃんですよね。はい、そうですね、うん。で、その社名変更してること自体も金融機関結構知ってるんで、うん、結構調べてますからね。そうですよね。そうなんですよ。うん、でちょうど今、小宮さん、管理会社という話も出たんで、はい、さらにちょっと稀なケースの話を今日したいと思ったんですけど、はいはいはい、実はこの間ですね、まあ、投資用不動産を買おうと思った方がいたんですけども、その方、の年収も1000万以上あって、借り入れもなくて、うん、すごくいい会社にお勤めなんですね。うん、はい、で、ローンが通らないと。いう話だったんですけど、はいはいはい、売り主個人なんですよ、はいはい、で売り主さんも問題ないじゃないですか、個人なんで、そうですね、建築もしないんですよね、はいはい、で なぜか通らなかった理由を私が金融機関に聞いたんですね、はい、ちょっと懇意にしてるところなんで教えてもらったんですけど、うん、はい、実は今の管理会社が NG だったっていう。ああ、そんなことあるんですか。そうなんですよ。え、はい、だ今あの今回の売り主さんの使っている管理会社さんが、はいはい、まあ、過去に追い倒して、うん、社名ももちろん変わってるんですけど、はい、社名変えたことも何かしらも全て、うん、今回飼い主さんが投資している銀行さんも全部してたと、はいはいはい、なので私が今回の飼い主さん側の金融機関にちょっと確認したら、うん、はい、あ、ここですねみたいな感じで、多分他行さんも貸さないんじゃないですかぐらいのこと言ってたんですね。なるほど、はい、まさかの管理会社 NG と。そうなんですよ、いうことなんですね、はい、まあそうですね、金融機関の間でも、うん、おそらく今の話だと、もう、はい、もう周知の事実というか、そうなんですよ、もう悪名高き管理会社さんと、うん、まあ、だいぶやらかしちゃったってことですね、はい、過去に。こういったケースで買い主さんはどうすればいいかっていうと、今の売り主さんにお願いをして、はい、管理会社を変えて、はい、新しい管理会社さんとの、うん、あのまあ管理委託契約を組んだその書類を、まあ、買い主さん側の金融機関に出せば融資実行はしてもらったりするんですよ。あ、なるほど、はい、なるほど。なのでそういった方法を買い主さんとしてはやればいいんですけど、そうすると今度売り主さんにもいろいろ問題が出てきて、うん、はいはい、まあ、ここもちょっと話が広がっちゃうとあれですけど、賃貸委託契約もやっぱ契約期間あるじゃないですか、はい、管理委託契約ですね、はいはい、もう売却しようと思ってて買い主さんもついてる状態で、はい、すぐに解約をしようと思った時に違約金取られたりしますよね。ああ、そうですね、はいはい、もうね、こうひどいところだともう何ヶ月分戻ったりするとかありますよね。そうですね、はい、やっぱり4ヶ月5ヶ月6ヶ月、うん、まあ、ひどい時は1年とか。そうなんですよね、はい、でそれもそれ以上前に書面で通知をしなきゃいけないとか、うん、そういうのがあったりしますよね、はいはい、だからちょっとその取引するにあたってはその辺の今の管理会社変えるにあたっても、うん、その違約金が発生するかどうかによっても、うん、この契約巻いたとしても要は決済まで日にちかかっちゃいますよね。そうですね、はい、うーん、そういったところがちょっとポイントかなと思いますので、うん、実は管理会社のブラックリストもあるっていうところですね。なるほど、はい、じゃあもう本当に付き合う管理会社もね、はい、ある程度やっぱり名前の通ったところはね、はい、安心だと思うんですけど、はい、気をつけなきゃいけないと。そうですね、いうことですね、はい、うん、だからまあこういったケースのところは逆にその物件を今回購入しようと思った時に今の管理会社はどこですかっていう資料をもらえるので、はいはいはい、これはあの買い主さん側の、まあ、不動産会社さんも売り主仲介さんにお願いすればくれるので、うん、これは先に見ておいた方がいいですね。なるほど、はい、まあね、これ約金ね、再約金払って解約できればいいですけど、はいはい、まあ、よくね最近トラブルになってるのがこれサブリース組んでて、はい、解約できないみたいなことになっちゃうと、ね、そもそも物件売る以前の問題で、はい、売るに売れないみたいな話になっちゃうね、はいはい、まあ、そうするともっと厄介ってことですよね。厄介ですね。あ、はい、まあ、今回のまあケースは、ね、はい、まあ、管理会社変えれるということでしたけども、うん、はい、はい、まあね、実は管理会社 NG もあると、はい、あるというところでね、
はい、ということで、まあね、今回は意外な落とし穴ということで、実はですね、まあ、不動産業者さんがその管理会社だったり、売り主が業者さんだったり、いろんなところでですね、実は買う人売る人の属性以外で売買に支障が出る場合があるというですね、テーマについてお話をしました。まあなかなかね、こういうケースに当たる方もね、そんな多くないかもしれないですけど、まあ、一応ですね、知っておいて損はないかなと思いますので、参考になれば幸いです。はい、ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。